おはようございますこんにちはこんばんはたくまでございますりゃでございますエンタメー通信第20回でございますやったやったー !20 回目のやったーやった喜ぶハードル低すぎねえか10回もやったってでも言うたら5ヶ月続いてるからねまあそういうことですねこのポッドキャストがはいやったやったですねじゃあはいこんなやったーなねポッドキャストはい 説明させていただきましょうはい、はい、この番組は YouTube にて毎週日曜日夜19時配信中ゲーム実況シリーズ編集したまるが旅立ったのメンバーリアマとタクマが日曜的な話からゲーム実況の裏側まで喋たいことを喋りまくる番組でございます配信サイトはアンカー g o o g l e ッドキャスト a アップルポッドキャスト s p o t i f y で配信されていますのでお好みのサイトアプリでお楽しみくださいまた Twitter の方で「ハッシュタグ変び画廊」をつけてファンアートの方を募集しております送っていただいたイラストは変んた本編で紹介させていただきますのでよろしくお願いいたします,いたしますいや で結構いや、ね、結構よまあ週1回の収週6続きましたよしばらくこれずっと言いそうだね毎回ねそうね <laughs> 21、22、23言いそう先に言っとくけど24回目はまた久々にうん。なんでしょうあれスペシャル、スペシャル回 <laughs> はい 半年記念スペシャルみたいなのでかか一軸大盤やろうかなと思ってますナイトズよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますどうですか最近えっと、うん、この間、うんあのー、配信の企画で我々ヘンタビーでカップヘッドそうねやったねの配信をしたんですけど七月からね DLC 動画投稿を始めるということでまあならしも含めてちょっと配信でカップヘッド触っと効果って言った時に、うん 死んだらテキーラをショットで一杯飲むっていう配信をしてたじゃないですかやりましたよ、はい、テキーラ準備したんですけど拓真、うん、さんどれくらいの量のやつ準備したんでしたっけえっとね375ぐらいかなですよねうん私そのちっちゃいやつが売ってなくて750ミリの大きさのやつ買ったんですねしっかり今も手元にあるし <laughs>、はい、<laughs> しっかり大きいやつだね、えー、あのよ,よくお店とかねあのバーカンとかに置いてあるやつですよ で負けて同じ杯数だけ飲んでたから、まあ、たくまさん、それがちょうど飲みきったぐらいだった、ね、そう、飲みきった。つまり、僕は今、手元にテキーラ 300mL ぐらいあるんですよ。そうだね、あるね。うん。僕、家でお酒飲まないんですね。基本的に、ね。どうしたらいいんですかこれ。<laughs> こんな量。だから、また今度、なんかの企画やろうよ。またちっちゃいの、俺買ってくるから。 うん、それちょうどじゃそ,うでそうでもしないと、うん、俺家にミラーボール設置して e ームかけなきゃいけなくなるから <laughs> じゃないとね,ねじゃないとこの量を減らせないよそうだねファンファンファンみたいな音鳴らしながらねミラーボールくるくる回さないとこんなやってらんないです消費できないだからまあ、うん、とりあえず冷凍庫に入れとけばいいんだよそうだねうん冷凍庫入れといてまた近々あなんかあれよくないいい脱出ゲームやってはははい,はい、はい 脱出できなんか分数ごとに一杯ずつ飲まなきゃいけないみたいなうわーそういうのもおもろいねうんでもさそんだけ飲まなきゃいけないって考えたらさいやだな前回と同じぐらいだからね俺だってあの配信の後に配信してたからね3時4時ぐらいまで <laughs> 終わってリアルに5秒とかで寝た <laughs> 外した電源を落とした寝たぐらいの勢いで寝たんですよ <laughs> 限界も限界 うん、えー、えーえー、あのあと僕は「フォールガイズ」やってましたから絶対無理あのさちょっと話もうガラッと変わるんだけど寺門ジモンさんの YouTube チャンネル最近見てんのねすご,すごい変わったねはい, <laughs> いやこ,れこれ以上あるなんか終焉を迎えそうだったからさうんまあいい,いんだけどさすごいなんかいやそうね <laughs> 最近の話したくてっていうのでうん これ先週も話そうと思ったんだけどすっかり忘れてたのさはははでも最近テラカドジモンさんの YouTube チャンネル面白いなと思って見てんだけど、うん、テラカドジモンさんってすごいスッと入ってくるじゃん名前が、うん、テラカドジモンさん、うん、あこの名前ってだからジモンなのかっていうことに昨日気づいたどういうことだからテラカドジモンさんのジモンっていうのはまあいわば芸名じゃない、うん、絶対的に本名ではないじゃんうん なんで呪文なんだろうってずーっと思ってた、うん、やっとそれが俺解けて、うん、わどうせみんな知ってるし当たり前なことなんだろうなみたいな、うん、でもやっと別れたから嬉しくて今喋りたいんだけど山さんも分かってない何呪文呪文じゃん感じ寺香ああ<ー> <laughs>、ね、ねえねえ <laughs>、ね、ってなるよね <laughs> すごいちょっと今リアクション乙女みたいになっちゃった <laughs> やだってなっちゃった私の年収低すぎみたいな <laughs> そう。それに、自力でたどり着いたときに、うわ,ふわってなって。うわあ、だからジモンなんだ。すげえちょって、高尾さん、ん公開収録のコメント見て、全員わかってなかった。<laughs> いやよ、よかったよかった。シンプルすぎて、シンプルすぎてってか、すごいスッと入りすぎてて、何の疑問にもなかった、うん、なってなかった。なんでジモンさんなんだろうって。 ジモンさんって呼ばれるから、うん、なんでジモンさんなんだろうと思って、このも、その、今まで結構耳で入る情報の方が多かったから、寺門、うんうん、ジモンとか、ジモンさんとかって、寺門、ね、ジモンの、えー、ウザチャンネルっていうんだけど、ウザチャンネルっていう文字をよく見る回数が増えたときに、うん、あれこれ、ジモンジモンじゃん。<laughs> なるほどね。すげえ。すごいね。いや、確かに本当に当たり前すぎて。ね。 何の違和感もなかったわでもなんでジモンだと思うって言われたら分かんないよねよ分かんないってなっちゃうでもそのーみたいなジモンなんでうわーこれ言いふらしたい周りに <laughs> <laughs> アハ体験そう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 ,そうアハ体験、ねね、一人でやってたの わー、楽しいような、悲しいような。いや、そうそうてない。だから、喋 <laughs> りたくて喋りたくてしょうがない。そうね。そうね。よかった。この、今、アハ体験みんなで共有できました。そう。もうだから、昨日の自分の個人配信とかで喋りたかったんだけど、いや、これは撮っておこう。このラジオに撮っておこうと思って、ず、はい、っと我慢してて、やっと言いたい。すげー。あ、寺門さんっていうのは本名なんだ。 はい,はいはいはい。で、もしかするとその、テラカドじゃなくてジモンって呼ばれてた可能性。そうだね。あら<る>なみたいなのでね。ああ、あるね。いでもそうだった。それで、俺はすっごい、すっきりしたのを教えたくてしょうがなかった。なるほどね。うわ、びっくりした。もうその後喋りたかったスープカレーとか、もうどうでもいいや。<laughs> <laughs> 俺もなんか、今日一、1時間だけ湘南の海仕事で行ってたら真っ黒になったとか話、もうどうでもよくなって <laughs>、うん どうでもいいわ。寺門ジモンさんでみんながってなっうわーってなったから、えー、終わるオープニングもいいんじゃないでしょうか。はい、<laughs> ということで <laughs> この番組では皆さんからの募集、えー、お便りを募集しております。アンカーのサイトたくまのツイッターに投稿フォーム掲載しておりますのでお気軽に投稿していただければと思います。えいそれではじゃあコーナー行きましょう。前回のエンみたいな BGM が入ります。 <laughs> いややり続けてくれるんだったらそのまま行こうかなと思ったんだけど <laughs> あのその後のメロディーライン全然覚えてなかったから <laughs> あはーい<ー>、ね、もう今回の編集で20回目ですよそうそう覚えてくださいね <laughs> そ,そんな聞いてないから俺 <laughs> はいはいここーってやってる <laughs> タイミングここーってはいということでねこの前回の「変たび」というコーナーですね、うん、編集アップロードされた <laughs> 編集アップロード <laughs> <laughs> それ編集しますよ変旅ですよでもん違う今 <laughs> これさ、うん、あるあるなんかなこう読むと台本今読んでたんですけど、うん、次の単語見て喋らんあ,、まあ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 目でオンタイムで追うっていうか一個先の単語見ながらそのまま喋るんだたら先週アップロードされた「変旅のゲーム実況」の「へ」のとこ見た時に <laughs> 編集になっちゃ,キキっ,ちゃった。<laughs> <laughs> 編集アップロードされた。<laughs> やばい、俺もこれ20回目なのに言えてないのやばい、もう。こっち側の業務だから。 編集アップロードに関しては何も言えなくなっちゃった。<laughs> えー、じゃあえはい、えーはい、お願いします。改めまして、はいえー、このコーナーですね、えー。先週アップロードされた変旅のゲーム実況の <laughs>、えー、裏話や動画に寄せられたコメントを拾っていくコーナーでございます。はい、はい、前回が、えー、前回はゲーム実況ではないんですが、はい、えっと我々、はい、歌ってみたを挙げましてえー、えー シャルルを歌ってみたカバードバイエンタビトまさかい <laughs> まさかまさかまさかの歌ってみた投稿です、えー、いかがだったでしょうかね、えーえー、本編よりもえグッドボタンと再生数が回ってます、うん、どういうことですか見てくださいこギャップあるものって何やってんのって気になるじゃんまあそうね 俺でも多分、たくまさんの個人で動画投稿してるやつの中に、ポッと歌ってみたってまずそこから押すもんね。そうか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 なぜっ <laughs> つって。まあ、先週のラジオとかも聞いてもらったらね、あの、濁し濁しで、うん、えー、やったわけなんですけども。はい。はい まあ今回シャルル歌ってみましてで今回のねこのシャルル協力いただいたのがレイラくんっていう、うん、あの友達で、はい、えとミックスができる人がいるっていうので、はいえー、お願いしまして、まあ、何回かこう、うん、いろいろねこれこうやって、うん、ああやってとかお願いしますっていう編集点とかも加えてでもともとその、うん、シャルル うんえー、シャルルというかまあ一週だけ空いちゃったんだよね6月ねそう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 でもともと7月から、うんえー、新しいシリーズじゃこれとこれをやろうっていうのをもともと話してて、うんうん、5月ぐらいからかな確かそうだね多分終わりが見えたぐらいでうん次考えないとねで全部スケジュール立てして「あじゃあこの日が空きますと」と、うんうん、なったタイミングでじゃあみんなが驚くのは何だろうって話というか企画会議みたいなのにやっててたど、うん、り着いたのが「歌ってみた」と。 思いついちゃった。そうそうそう。実は2曲、候補があった。あったんですよね。シャルルともう1曲。もう1曲あったんですよ。これね、あのリスナーさんもあんまりピンと来てなかったというか、うん、もう1曲あったんだぐらい。でも多分ね、みんなそっちの方がね、まあ、例えば歌ってみた。俺たちが歌ってみたやりますよ、みたいな話をしたときに、あじゃあ、変旅ならこれ歌うんじゃないのみたいなのは、1曲あったはずなの。そうなのよ。ええ。でもね、個人配信で聞いたのよ。もう1曲実はあったんだよ。うんうん でも言わなかったの俺 <laughs>、うん、何だったかはね。うん何だったかは言わなかった。当たったらそれだよっていうつもりだったんだけど、うん、まあ当たらずに、うん、今日まで来まして。まあじゃあここでお伝えしましょうか。お伝えしましょう。広報としてね。広報としてもう一曲ね。シャルルともう一曲。ええ。まあ、もう一曲はだってね。ままあ、バイハザードのー本編見てれば。 セブン見ればお前らで歌ってみてあげるんだったらこのタイトルだろうっていうのがあるんすよセブンにだから今からサムネ見てみなあるからあるから <laughs> ということでですねあの、えー、候補だったのがえっと、はい、グッバイ宣言ですねそうですグッバイ宣言です、はい、出てたんですよサムネにもなってますからね、えー、なってますよグッバイを宣言ですよ、うん、はいグッバイを宣言ってあげたせいであれだけちょっとあの再生数上がってんだよね多分勘違いしてうんそうええー グッバイをだ<う>だから最初そそのの曲だったのよそうどうしようそうだねっつって、うん、そう俺もこう何歌おうかっていう会議してる時に俺が今までの動画バーってこうどうなんだったっけって遡ってた時にいやこれしかないじゃんっつって「高間さんこれしかないよ」っつって「何?」っつって「グッバイ宣言」っつって「それだ!」っつって、うん、<laughs> そう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 ,そう なったんだけど、さらに歌ってみたで意外性、さらに歌の内容で意外性を持っていきたいねって言って、うん、チャルルに今回ねなったんだよね。うん、ということでコメントいただいております。はい、はい、ええー、白いカラスさんからコメントいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。たくまさんの頭の中は一体どうなってるんですか？<laughs> ここだけ聞くとディスっぽくなりますけど大丈夫です <laughs> うだ、ねまあ、大丈夫じゃないですか？<laughs> 大丈夫です。この後ちゃんと褒めてくれてる。褒めてくれる。はいはいうん たくまさんの優しくて甘い歌声と、<laughs> えー、デマさんの色気ある歌声に耳がやられたし、編集ですごいことになってて楽しくて感動して、目も心もやられました。本当にすごいです。パチパチとコメントいただいております。いますはい。ありがとうございます。ます優しくて甘い歌声。<laughs> うん、色気ある歌声に耳がやられた。<laughs> ご自身であの、ね、今回 PV の編集もね、たくまさんしていただいてるんですけど、これね、あの先週の時点で僕、絶対ラジオで言うからねって言ったんですけど、みんなもう一回、あの動画見てごらん、あの1番の A メロ、たくまさんパートなんですけど、えー、B メロに映る瞬間、えー、裏の映像、えーあの、ローズがね、e さん、お父さんのお墓参りをしている映像を使ってるんですけど。えー その時に言ったたくまさんのセリフのテロップがバッて出てくるんですけどいい声してんなっていうテロップがねバッて出てくるんですよ,ですよ出てますね、うん、だあたくまさんそこ,がそこも見えるようにするのはもうなんかうわそれはなんかあれだわつってたくまさん自分であれそれはそういうのはちょっとよくない謙虚になった方がいいっっし,ょしょうがねえだろカット的にあれ使わなきゃいけなかったしどんだけアップにしてもあそこ消えなかったんだよあれアップにしすぎるともう見えなくなるの 俺だって全然気づかずにやってたからね。言われてから気づいたもん。もういいかー。いい声してんなー。<laughs> って、こう、このテンポで入ってくる。恥ずかしい、マジで。それ言われた時の俺。<laughs> そう、えとか言ってもだって。<laughs> 一回見返しに行ったもん。<laughs> この話出た時 <laughs> ローズに言ってんだから。俺は。うん、あのテロップは。 めっちゃね面白かった、えーまあ、だかこれは絶対言ってやろうと思ったその、まあ、歌に関しては我々2人ともね今までほとんどやったことのない人前でその収録した曲をね、えー、お聞かせするっていうのもあんまりないわけですからそういうところで動画の方でねちょっと中心で楽しんでもらえたらなっていうところがありまして今回編,編集したんですけども。 え先日私自分で配信してる時に、うん、まあこの話になったわけですよシャルルだってみたどうだったかとかそういう話になった時にね、うん、多くの方がこれを定番化してほしいと、うん、え <laughs> ええ, <laughs> え <laughs> ってなるよねなんか今これ公開収録でしか顔出てないからあれなんですけどすごく不機嫌そうな顔してる今こ <laughs> 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 え,えなんか 締めとしてすごく良かったらしいんですよ。シリーズ締めとしてむしろ定番化させない理由があるのか詰められてます公開収録のコメント欄に我々今そうなんですそう言われるんですよなんでかってそんなそんなに自分の歌に自信がねえからだよそうだ。どそうだておるバお前下手したらスポティバイで聴けるんだからな 聞けるよ。聞聞け聞け,んの聞けるよ <laughs> あんのあれ。たくまさんが歌ったあのー、<え>リライト。ま、えっマジであんのスポティファイにあるよ。ちょっと待って、俺知らねえんだけど。あるよ。なんかあの<え>知らない人のアルバムの中に入ってる。は <laughs> 前なんか配信のに話し,しなかったっけちょっと今調べてるから喋ってて。うん。オムニバスって言ったらいいのかなアニソン歌ってみたアルバムみたいの中に入ってんすよ。聞けるんすよ。なんで もしこれね、あの、スポティファイで今ラジオ聞いてる方ね、あの、聞き終わった後にあの、調べてもらえば、出てくると思うので、一緒にリライトしてもらえれば。え、ないよ。はい。だったら出たあ前回ね、俺なんかの話でね、俺それ見つけてね、聞いたもん。流したもん、確か俺。えスポティファイで。なんかこれ、聞いた履歴とかって出ないんだっけおわーい。確かね、出てきたよ。本当にあるのそれがあったはず。えー、怖い。

リンクとかまで貼ると悪意があるからそれを気になって検索までかけたらもう自己責任ですよっていうので <laughs> まあなんかそんなねシリーズ最後の定番にしてほしいっていう声が実はあるのでどうなるか分かんないっすななるるほほどどねねとしてなるほどね。 ここれ以上出てこないよこ心に留めておきますということで先ほども言いましたが、はい、まあ、えーはい、今この動画が上がってるのが多分動画じゃねえやえポッドキャストが上がってるのが7月2日かな、うんえー、もう7月が入ったタイミングでございますで本編がこの7月から我々ゲーム実況が週2日になりまして木曜日の19時マイクラ、うん、そして日曜日まあ明日だね もう明日ならですよ、うん、動画上がってるタイミングは、ねえー、日曜日19時にカップヘッドの DLC が、はいえー、配信配信というかゲーム実況配信スタートとなりますので、はいえー、ぜひぜひそちらも両方ともチェックしていただければと思います思いますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはいエンタビ通信のお時間でございますそれでもあなたは我々は押しますか AC ジャパンはこの活動を応援しています最終着地なんかあんまり変わんないようです <laughs> ご唱和ください <laughs> ということで、はい、お時間の方迫ってまいりますはいはい。いやーまあなんでしょうね今週も濃かったねいやーそんなさ、えー、やってこなかった動画を上げてこう、えー、反応とかも含めさ、えー、今までの動画のやつとかさ全部ちょっと一回 シリーズが一回こう区切りがついたから、うん、なんか僕も一回エイと見直したりとかして、うん、自分でいやねえ我ながらおもろいなーっていやそうなのなおもろいそうなのだどっかで見つけられたら、うん、何かに見つけられたら伸びていいんじゃないのって思うよこれねそれぐらいにはちょっと自信持って出せるよなんか無編集で動画出してる方々にはちょっと あ,あれなこと言いますけど僕は、ええ、動画だし動画でしかできないことの方がおもろいやんと、うんえー、いうので僕頑張って編集しておりますのでマイクラの方もねもう編集が続々と進んでおりまして収録も進んでおりましてカペットの方はおそらくですがあの、はい、昔懐かしいダイジェストが見れるんじゃないかとかもしれないですね、えー、知らない人からするとダイジェストってあのダイジェストってなると思うんだけど、まあ、昔ね 鬼畜ゲームとかが流行ったときにゲーム実況で、ダイって D ・ I ・ E ・ダイ、うん、でカタカナジェストでダイジェストっていう言葉がね、あ,ねえー、あったりもしまして、まあ、それがカップヘッドでは見れるんじゃないかな我々の雄たけびがバン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 バ,ンバンとわ。わっあえわあわあえおちょとかっていうのがね、<laughs> 見れたりとかするから、ね。助けてーとか、レムさんとかがボボボボボ,ボンってある昔懐かしいあのダイジェストが。 見れたり、はい、テロップ大騒ぎだったり、うんえー、まあまあまあ楽しみにしといていただければと思いますよはいよろしくお願いします、えー、マイクラに関してはなんかなんだろうねあのマイクラねバニラ史上一番面白いんじゃないな今今上がってる動画だったらもう収録した分でしょう収録した、ね、今までのバイオってたくまさんが操作して俺がやじだったじゃん、うんでまあ、カップヘッドもそうだけど今回から 今月からは二人が操作をするっていうので僕の自由度が上がってるんですよカップヘッドも二人でよ2人だしカメラ一個だからあれはもうほぼほぼでもマイクラの方は自分で動かして自分の視点で自由度高いんですよだからたくまさんが知らないところで俺なんかわちゃわちゃできるんですよね使うかどうか分かんないけどねよくね怒られるんですよね 何やってんのって。<laughs> あとはカメラの中、ちゃんと画角に収まりなさいとか怒られてるんですけど、<laughs> うね、ようやく、あの、解き放たれたみたいなで、ね、自由にやらせていただいてるんで、僕はすごい楽しいですよ、やってて。い、まあ、わば2カメ使えるから、俺、編集してても面白いの、ね、よ。あなるほどね。俺が見れてるっていうか、俺の、なんていうの、俺がこう録画してる画面って、俺しか見えてる画面じゃん。うん。りさんからの画角って、なかったから、今まで。そうね。 だ結構ねなんか出来上がってる <laughs> なんかちゃんとこうやっぱ2回目やるとさ見せ方こう変わってくるから楽しい,よ、ね、い,やいいよ本当にいいよ、うん、くったらないこととかいっぱいあるけど <laughs>、まあ、で,でもねあの最近だとさ、えー、<う>モッドとかそういうのありきのマインクラフトがいっぱい上がってるわけじゃないそう、ね、モッドなり、まあ、例えば人狼やってみたりとかプログラム組んで人狼やってますとか、うん、脱出ゲームやってますっていうのが多い中で。うんうん まあ今のバージョンのバニラを全力で楽しめているのは多分我々だけじゃないかな <laughs>。そうね。ええー。そういうところではなくもうマイクラフ、マインクラフトを楽しんでるという。うん。だからね、マイクラやったことある人、うん、でもしばらく離れ、我々のようにしばらく離れちゃってる人もそうだし、まあ元気でやってる方、うん、実はあとは。 知ってるよマイクラ知ってるけどやったことないんだみたいな人でも、なんかみんな共通して楽しんでいただけるようなものになってるんじゃないかなとは思います。そうだね。うん、あと、それ用のアイキャッチもね、<laughs> やったり、ショートコントみたいなのも入ったり <laughs> <laughs>、えー、急にコント始まったりして、うん、そういうのもあの入ってきますので。 はい、ええー、楽しみにしておいていただければと思います。マイクラで、えー、コメントいただいております。はい。えー、マイクラで大きくなって、肝試しに呼ばれてほしい。うわ年、ね、1回のね。その我々がマイクラ肝試し。あったら嬉しいね。ねえぇ、ー、すげえな、それは。嬉しいな。頑張りたいな。いいね、そしたらもうね、そしたらもうなんかマイクラは常に走らせておかなきゃって気持ちになってくる。やば。<laughs> <laughs> <laughs> いろんな知識必要になってくるじゃん、また。えー、大変やねいや。いや、でも楽しそうだね。いや、でも呼ばれてみたいね、肝試しとかね、うん、そういう企画ね。呼ばれたらうれ嬉しいです。選択日でぜひ呼んでいただければと思います。はい,はい。い思います、えー。ということで。 この番組では皆様からのお便り募集しております。投稿、はい、方法はアンカーのサイト、タグマのツイッターに投稿フォーム掲載されておりますので、お気軽に投稿していた,いただければと思います。えー、この度、変旅グッズ販売スタートいたしました。アンカーのサイトや2人のツイッターからぜひチェックしてみていただければと思います。えー、次にお目にかかるのは7月3日19時、YouTube タグマの熊牧場チャンネルにて更新新シリーズカップヘッド DLC タイトル未定でお会いいたしましょう。 おいてはたくまでございました。山でございました。それでは皆さんまた来週。また来週。